洗面ボウルの上の部分にもう一つ空いている穴にはよく知られていない機能がいくつかあるんですよ。まず、もし蛇口を閉め忘れても水が溢れて洗面所が水浸しにならないようにしてくれます。また、あの穴が空気を逃がすので水が排水口に早く流れるようになっているんです。コンバースのスニーカーの側面に空いている2つの穴は足の匂いがこもらないようにしているだけではないんです。もちろんアスリートにとっては靴が蒸れないのは大事なことですけどね。2つ目の理由は、あの穴に紐を通すことによって足をよりしっかり固定してくれるんです。ドーナツには穴がありますが、英語の綴りドーナットに O が入っているからではありませんよ。持ちやすいようにでもありません。確かに持ちやすいですけどね。実は大量生産のためで、均等に中まで火を通すためなんです。ベビーキャロットは特別な種類の人参ではありません。普通の人参の皮と外装を取って可愛い形に磨いたものなんですよ。問題は水分を保てないことです。普通の人参は水分を閉じ込める層があるので、ある程度水を保つことができます。でも切ったベビーキャロットは乾燥しやすいのです。ですので、通常水を少し入れた袋に入っています。おもちゃ屋さんにはビーニーベイビーのぬいぐるみがたくさんありますよね。大きな目よりもさらに象徴的なのは TY と書いてあるタグです。これはあまり有名でない製造会社の名前なんです。ビーニーベイビーが発売されたのは1993年で、すぐに驚異的な人気が出ました。 TY という会社名は頭文字ではなく、創立者 HTY ワーナーの本名なんです。ほとんどの金属のジッパーはロック機能が隠れています。それで実は開いていたなんていう気まずい事態を防いでくれるんです。ジッパーの引き手が上を向いたままにしないでくださいね。下に向けておくと自動でロックがかかります。引き手の下に隠れている小さな溝のおかげなんです。公衆トイレの多くは床とドアの隙間が大きく開いています。プライバシーが保てないようになっている理由は、実はプライバシーや快適さを最小限にして、人が中に長くとどまらないようにし、列ができるのを防ぐためなんですよ。また掃除がしやすくなり、緊急事態に安全を確保するためでもあります。車のヘッドレストは快適さが目的ですが、取り外しのできるヘッドレストは安全面が考慮されています。ヘッドレストをシートから抜き取ると2本の丈夫な棒が出てきます。車に閉じ込められた時はその棒を使って窓を割って逃げることができるんです。マグカップの底にある溝には目的があるんです。食器洗い機を使うときに便利なんです。溝があると排水されるので、取り出したとき水がかかりません。また溝から空気も逃がせるので、やけどするほど熱いお茶を入れてもカップが割れることもありません。メジャーの先端にはだいたい引っ掛けるところのある金属製の金具がついていますよね。そのおかげでメジャーを釘やネジに引っ掛ければ誰の助けを借りることなく測ることができます。この金具は端が尖っていることがあります。鉛筆を使わずに印をつけたいときに便利なんですよ。ドアノブは真鍮や銅、銅合金のものが多いですが、理由があるんですよ。これらの金属は抗菌性があるので、細菌が広がるのを防げるんです。一定の範囲の有害な細菌を数時間以内で結構素早く殺菌できます。それでも手は洗ってくださいね。スーパーのショッピングカートにリングがついているのにも理由があります。上着をカートのジャガイモや玉ねぎなんかの隣に置きたくないですよね。リングにかけましょう。この小さなフックのようなものはカートの中のスペースを整理するためについているんです。またカートにはとても便利な格子がついています。カートがいっぱいになったら格子を持ち上げて、カートの下の段に買い物カゴを入れればもっと商品が入りますよ。軟膏のキャップに尖っているところがあるのにも理由があります。軟膏のチューブは普通アルミで封がしてありますよね。指で開けようとしたら爪が折れてしまいますから、おすすめできません。尖った部分を使えばしっかり封をしてあるチューブも開けられます。シリカゲルはバッグや靴、その他いろいろなものを買った時に入っていますね。捨てないでください。余分な湿気を吸収してくれるので、靴が濡れた時このシリカゲルの袋を靴に入れるんです。人間はかつてネズミと共に生きていました。ネズミは邪魔になるものは何でも噛み切ります。髪もですよ。
ですが、ネズミはノートの余白のスペースを超えて噛むことはできませんでした。電子レンジの黒い網は飾りではないんです。ファラデーケージといって、電子レンジの外に電磁波が漏れないようにしているんですよ。このおかげで温めるスピードも上がるので、昨日の残り物を早く食べられます。携帯の電波もブロックするので、電話が多くて嫌になったらスマホを電子レンジに入れましょう。でも温めてはダメですよ。ミントのティックタックの容器は一粒だけ取り出せるデザインになっています。蓋がミントと同じ形になっているんです。容器を逆さまにして優しく振って、ゆっくり蓋を開けましょう。一粒だけが穴に入ってくるはずです。容器を振って一度に何粒も出していたという人は間違った使い方をしているんですよ。飛行機の窓の小さな穴は客室の気圧をコントロールするのに役立っています。また気温の上下によって窓が曇るのも防いでいます。ところで飛行機の窓が丸いのにも理由があります。丸いと圧力が均等に分散されるので変形しなくなります。歯ブラシの青い毛は歯ブラシを変える時期が来たという目印になっているんですよ。毛が水に触れると色素が消えていきます。なので使う回数を重ねると色はどんどん褪せるんです。燃料の缶に持ち手が3つついているのは、2人で運ぶときに重さをちょうど半分に分割しやすくなるからです。ガソリンの缶には2つの穴が開いていることが多いですが、ガソリンを注ぐときは2つ目のキャップも開けるべきなんです。空気の通り道ができるので、ガソリンが溢れにくくなり無駄にならなくなります。ジーンズが初めて登場したのは1873年で、ジェイコブ・デイビスとリーバイ・ストラウスが発明しました。デイビスはカバーやテントを作る仕立て職人で、ストラウスはいろいろなものの中でも特に布の販売を専門にしていたビジネスマンでした。最初のジーンズはデイビスがリーバイ・ストラウス&コから買った布のデニムで作りました。そして彼らは一緒にデザインの特許を取りました。青い色はインディゴの染料を使ったデニムの標準色でした。現在でもオリジナルと同じブルージーンズの伝統が続いていますよね。ジーンズには金属のリベットがついていますが、これはジーンズが誕生した時からあったんです。最初のジーンズを作ったジェイコブ・デイビスは、パンツが最も破れやすい場所であるジッパーとポケットに銅のリベットをつけて補強しました。現在ではリベットはどちらかというとデザイン上の目的でついています。ジーンズに特有な伝統ですからね。ジーンズには他にも独特なところがあります。用途が特にないように思える小さなポケットです。確かに現在は用途がないかもしれません。ですが昔は多くのカウボーイがジーンズを履いていて、あのポケットに懐中時計を入れていたんです。また当時はジーンズには4つのポケットがありました。あの小さな時計用のポケット、前の大きなポケットが2つ、そして後ろに1つ。多くのジッパーには YKK という文字が彫ってあります。これは吉田工業株式会社の頭文字です。この日本の会社が世界最大のジッパーの製造会社なんですよ。それでジッパーに頭文字の社名をつけているんです。世界のジッパーの約半数をこの会社が製造しているので、他の多くのジッパーよりもよく見かけるんです。ゴルフボールは小さいですが、小さなくぼみが一面にありますね。意味もなくそうなっているんではないですよ。最初は滑らかなボールでゴルフをプレイしていたのですが、何度も打つとボールが傷んできました。でも逆に飛距離がぐんと伸びたんです。空気力学のせいです。くぼみでボールの周りの空気の流れが滑らかになり、よく飛ぶんです。この考え方を採用し、ボール全体にくぼみをつけるようになったんですよ。